いや、2階やっぱいい。絶対2階だった。ね、ね。最高じゃん。嬉しい。駅もさ、8分ぐらいで着くでしょ。最高。駅近でこの物件なかったでしょ、やっぱり。うん。めっちゃいいでしょ。静かだし。うん。どうせ、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 あ、新しい、新しい。このリーダー。いいね。あ、楽しみ。いろいろ荷物。やっぱこの色もいいね、変わったよ。いいでしょ。うん。落ち着いてて。センス。もっと可愛くしてもよかったんだけどね。ほんと？もっと可愛くいきんの？可愛くしてもよかったけど、これくらいで、うん。落ち着いて。疲れた。ありがとうね、いろいろしてくれて。窓いっぱいあるよ、段ボール。でもこれは、2, 3, 4, 5、段ボールとか古紙を捨てれるのが、木曜日だから、木曜日になったら出す。もうやることいっぱいあるわ。ちょっとずつでいいんじゃない？だってこれ、電車ももう買ったりさ、しなきゃいけないわけでしょ。あれれれれ。あれれれれれれ。あれれれれれれ。お届け物でーす。あれれれれ。なんだこれ、新しい。お届け物は。ね、あ、これ、嬉しいな。お届け物は。嬉しいな。にゃんにゃんでーす。にゃんにゃんでーす。にゃんにゃんでーす。いい匹が受け取りまーす。お願いしまーす。あやー、こんなか入っちゃったの意味ない。痛い、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 一時間、おしゃーやった。ふぅー。にちちちん。ちぃー。あ、どうしたらやるって言うたでよ。ほんとうまい、ビーティー。あべだで、あべだで。ふぅー。到着。到着しました。あれ。ステイヌだ。ステイヌだ。かわいいね。かわいいね。どこから来たの？あれ、人懐っこい。懐っこいね。あ、かわいい。ね。かわいい。ボッ！どうしたの、ピーピー。え、なに、体調悪い？大丈夫？いや、ちょっと、ん？なんか俯瞰で見ちゃった。俯瞰で見ちゃったんだ。うん。で、で、え、え、いや、ちょっときつい。え、なに？体調がってこと？いや、その頑張りすぎたっちゃったから体調が悪くなっちゃったってこと？バフがなんかきつかった。え、私のバフ、うん、ワンちゃん、なんかすげえ、もうごめん、なんかすげえ急に冷めたっていうか、その俯瞰で見ちゃった。なんでそ、それ好きだ、なんでそんなこと言うの？え、なんで急にそんなこと言うの？じゃあ、ごめんね。あの、俯瞰で見ちゃったってだけ、俺が、なんかどっかに、もう一人の俺が今分離して、ゆたり立つみたいな、なんかこっから。え、何？怖い話？何？どうしたの？なんかこっから、客観視したら、結構だったなと思って。え、でも、ピッピーとニャンニャンの、ニャンニャンタイムだから、それは、いや、そう。ルール違反っていうかな。そうなんだけど、なんかね、どうもこう、なんか。疲れてるんじゃない？疲
疲れてるだけじゃん。それもあるかもね、引っ越しとかね。ずっとやってきたじゃん、これ。いや、ごめんごめん。ずっとやってきてはないけど、そのなんか初めてね、このステイヌの設定は。うん、でも、2人のニャンニャンタイムの中の、新しい2人のくだりじゃん。え、俺の方で冷めてる時はあるってこと？ない。もうずっと。ない、ずっと幸せな時間。当たり前じゃん。そうね。そういうもんじゃん。え、ピッピは今までもあったってこと？いや、初めて来て、だからびっくりしてる今。あれなんだろう、この感覚っていう。え、やだやだやだ、なんか寂しい。あ、いや、好きだよ、好き。もちろん好きなんだけど、うん、そう、なんだろうって急に襲ってきた。え、ちゃんと話したい、ちゃんと話そう、ちゃんと話そう。うん、なんかそれも。やめよっか。うん、ごめん、何が嫌だった？いや、ごめんとかじゃなくて、何が嫌だったっていうか、なんかすごい客観的に見てしまって、なんかわかんないけどさ、うん、こういうニャンニャンタイムってさ、客観的に見るのはルール違反だよ、うん、じゃん、うん、でも抜けちゃった自分が。抜けたって何？そのこう俯瞰で見ちゃってこう冷めたなんか自分がどっかにいて、うん、その自分を見た時この光景、え、ニャンニャンが、うん、バフバフって言った時にストーンストーンってなったってこと？ストンストンで抜けたこいつが出てきたってこと？で、なんか、なんかその前に前兆があったのよ。前兆？の時点で、あ、嫌だな、来たら、バッが。って、どっかで思ってて。予想できたってこと？うん。でも、バフは来ないでって思ってたけど。でもそれ、喜ぶことじゃない？だって、いっぱいニャンニャンタイムをしてきたから、へへへのとこで、バフが来るなーって思って、うん、そしたらバフが来たら、わあ、やっぱり来たー、にゃーん、おぎゃーって、よく見ない？それ、そのよ、それは準備してた？いや、してなかった。その、止まってた、もう。え、じゃあもうへ。そこで、絶対来ないでって。来ないでって思ったの？バフ来たら嫌だなって、どっかで一生思っちゃった。そしたら、その 0.1 秒後に、バフって言ったでしょ。そのクオリティとかじゃない。え、大型犬だったからダメって。あ、違う、そういうんじゃなくて、その、うん、なんか、ね、え、確かに、うん、確かに。大型犬はちなみに どうなの？ファッ、あーとか、なんだろうな。でも確かにちょっと入れたかもしんない、私も。ちょっとその、うん、なんていうのかな、可愛いっていうよりも芸として成立するレベルのモノマネよりの、うん、方でやったかもしれない。ちょっと大型犬を多めにエキスとして入れたかもしれないけど、でもなんか私の中でももしかしたらちょっと挑戦だったのかもしれない。ただ可愛いだけじゃなくて、ちょっとクオリティも足して、うん、ちょっとピッピがなんか笑ってくれて、うまっみたいなのでもいいかなと思って、一瞬で多分、うん、ちょっとその味変みたいなのはイメージしたかもしんないけど、でワンじゃない、そのワンで良かったのかもしんない。そのバフってアメリカじゃん、その飛び越える。でもバフがアメリカじゃない？バフはまだ日本国内にとどまってない、うん、ワンちゃんとしては。うん、なんかバフっていうのは、でもそれはアメリカじゃん。でもそう、アメリカだからだ。私はちゃんとバフってやったもん。バフは意識しない。だってバウアウよりってことでしょ。バウアウは言ってないもん。いや、バフって言ってた。ちゃんとなんか。違う、ビクトリーの。違う。発音とか。ボフ、うん、あんまやんない方がいい。ワンとかで良かったのが、まだ、その。ワンとか。あ、へが良くなかったわ。な。っていう。あの部分が、ね、やらないで、なんか恥ずかしい、すごい。ごめんね。なんかさ、ね、なんかニャンニャンタイムをさ、分析して振り返るのだけはやめよう。うん。本来恥ずかしいものを 100% 盲目的になってやるからニャンニャンタイムなんじゃ。いや、だからずるいんか。こんな風に、なんていうんだっけ、こういうの。なんか振り返りっていうか、
その会議して次に生かそうとかじゃないと思う、この時間は。いやだからずるいん、ずるいずるいずるいって何、こっち発信だったらなんかまだ見えてないから、周りがねどう見られてるかしかないじゃん、うんうんうん、だからその間もなくとか言ってる時は、うん、あの乗ってたやっぱ自分だから、うん、面白かったすごい、そ、ね、うん、そこでだから冷められてたら、俯瞰で見られてたら俺もそうだなって思うけど、うん、やっぱ自分でやってるから楽しいわけで、うん、ただこう見てる時はより俯瞰になりやすくて、であっってなっちゃって抜けちゃって、うん、そうだから ずるいずるいと思う、ね、ずるい、だってその間もなくがあったから、それのクオリティが高かったから、私もそういうクオリティの高いモノマネをしたいって思わせたのはピッピだと思うよ。で何してんだろうっていうのはやっぱ1個目に来るんだけど、そう、何してんだろうって思っちゃったらあれじゃん、ね、何してんだろうって思っちゃったらあれだよ。そうだよね、なんでそんなこと思うかなぁ。で、なんかね、あーごめん、もう一個あった。ねぇ、怖い怖い、何もう、ごめんね、ほんとに、いやちょっと、いや、俺、ごめん、せいなすわ。え、やめてやめてやめて、いやいや、そんなじゃない、別れたくない、別れたくない、何、いや、別れるとかじゃない、だって新居買ったんだし、ね、なんかね、そう、別に悩みね、普通の、その、ごめんなさいって言うじゃん、その、うん、なんかごめんなさいみたいな、うん、それがなんかちょっとね、冷めちゃうっていうか、ね、なんか、ね、あの入りきれないっていうか、ピッピー、それまた別の話じゃん。そう、別なんだけど、でもその時もなんかそんなに謝らなくてもいいのにって、ピッピ、それはずるいよ、それ、ごめんなさいって言ってるのに、なんか楽しんでるのがちょっとよくわかんない。ねえ、振り返らないよ、お願い、それこそ本当にニャンニャンタイムはまだ我慢できるけど、そういうことは本当にこんな明るいうちから振り返らないでほしい。そうだよね、だごめんなさいって言うけど、その俺は違う、なんかね、やっぱ、うん、ちょっと合わせてる部分があったのかもしれない。で、S になりきれないって感じ。その、でもそっちの方が喜んでくれるじゃん。でもそんなに。わかんない、わかんない。そういうのわかんない、わかんない。にゃんにゃん、まあ、そういうのわかんない。ごめんなさいって言われると、トンって。にゃんにゃん、そんなこと言ってない。抜けるのよ、一瞬。でも、それは、頑張らないとっていう、その、そう、頑張らないとっていう感じ。分かった。もう、それは、分かった。それは、で、言っていいんだよ。別にごめんなさいは。ただ、うん、そこまで言われると。でも、やだ、そんな塩梅を考えながら言うごめんなさいなんて。てか、そういう時って、それこそ盲目的になってるもんじゃないの、そっちこそ。いや、ちゃんといる。だなりきれてね、俺が本当に S だったらいけるんだろうけど、うん、なんか中途半端 S っていうか合わせ S だから、なんか、うん、どっちもいけるっていうのは難しいけど、そのなんかね、ああいうとあれは、うん、どうなの、あれごめんなさいってどういうこと。わかんないよ、そういう気持ちになるんだもん。そうだね、そう、喋りたくない。だって、でもそんなこと言ったらなんか長らく、なんか。でもそれはちゃんと話しておきたいじゃん。そういうのすり合わせというか。そう。バッフも。でもエチケットだから、そういうのは。まあね、乗っかりきるとか 100% ある意味演じきるみたいなのは、エチケットだから。どうするそんなに難しいことじゃない。そんなこと言ったら、そんなピッピがここだなって思ってるとこそこじゃないと思うときあるし。あ、そう。どこ？ここだろうな、みたいな、ここ、あったみたいな感じで、してきてるけど、そこを。
すごく。あ、勝手にね、こっちが、うん、でもそこじゃないなって思いつつも、そっちがそこって思ってて、勝手に、そう、でもそれは、うん、うん、こんな種明かしするの嫌だけど、うん、お芝居っていうか、なんかそういうので、あ、そうね、で、ごめんなさいよ、本当ってこと、本物、なんか本当に好きだ、好きじゃん、お互いが。で、俺は100好きだと思ってる、一緒ぐらい。お互い相手がどのぐらい好きかわかんないけど。もう本当100、100の時はすっごく幸せなんだけど、99とかになった時に、そうね、俯瞰になっちゃうの。パッって抜けちゃうというか。じゃあ今さっき99になったってこと？そう、なっちゃって、で、それが99なのかがわかんなくて。何が良くなかったんだろう、バフかな、なんか分かんない。っていうかさ、なんかさ、百歩譲ってさ、そのなんか、なんていうの、夜の感じとかは、うん、なんか別に私は最悪それは今後年老いていったら、まあずっと愛されたいけど、そういうことしたいけど、でも最悪それはしょうがないことだと思ってるのね。でもこのニャンニャンタイムとかは、なんかずっと、どっちかっていうとそっちの方がずっとしてたいっていうか、なんかそこすごい大事っていうか、まあ、ずっと一緒にいるんだったら、同じお家住んで結婚とかするんだったら、そこすっごい大事なのに、なんか今の私のバフぐらいで、なんか冷められたら、それってもうなんかもう、それって、結構やばくない？もう、うん、だって私は私の思うような感性のままやって、その感性が受け入れられなかったってことだから、結構根本的なセンスの相違があるっていうか、っていうか、はぁ、気づいちゃった、うん、俯瞰になっちゃう時点でダメなんじゃない？いや、わかんない、そういうもんなのかもしれないし、自分本当に好きだったら多分俯瞰にならないと思う。いや違うの、多分なんか、うん、おばあちゃん車椅子だし、え？おばあちゃん車椅子だしとか、なんかそういうのを思い出して、分かんない、どういうこと、どうで、なんか、え、私のバフでおばあちゃんが車椅子なんだ、違う、だし、思い出し、なのにこう、なんか何してんだろうじゃないけど、そんなこと言い出したら全部そうじゃん、まあね、だって、うん、まあ、それはおばあちゃんかわいそうかもしんないけど、だってそうではない、うん、ごめん、それはかわいそうではないけど、うん、だって何、地球の裏側では戦争があるのにとかになってくるじゃん。そんなこと言ったら何にもはしゃげないよ、うん、そのおばあちゃんまで思い出すってことは、なんかめちゃくちゃ私が思ってる何倍も俯瞰じゃん。この辺にいる感じで言ってたけど、ものすごい上の方から見てる感じする。そう。だからこそおばあちゃんが見えたんでしょ。この視界が広いから。うん、地元にいるおばあちゃんまで見えちゃったんでしょ。うん、だいぶ飛んでった。私のワフそんなに威力あった。スポーンっていくぐらい。ギリオゾン層ぐらいまでは行っちゃったな。いや、バフが良くない。なんだろうな。いや、好きなんだと思うよ。好きじゃないわけはない。今の嫌だった、好きなんだと思うよって。へへへが良くなかったのか、バッフが良くなかったのか。違う、もっと違う、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 もっと根本的な問題だと思う。遅から早から来てたと思う。いや、下打ちじゃないんだ、下打ち。少したのにさ。そんな、こっちだって同じ気持ちだよ。もう一回無理だって、やってもらっていい？無理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 、もう一回見たい、ちゃんと、もう俯瞰とかじゃなく、俯瞰じゃんそれは、ニャンニャンタイムの中だからこそ成立することだもん、俯瞰とかじゃなく、もう一回やってみてって、そんな俯瞰じゃなく他人として見たい、一回第三者として、もうそれ成立してなくない？他人に見せれるもんじゃないんだから、ニャンニャンタイムなんで。お願い。これは俺のためでもあるし、二人のためでもあるし。で、俺も、だからそれをやってもらったら、俺今日は、ちゃんと言う。何を？言うからちゃんと。あ、山根！
なんかそんな交換条件でやるような。謝れって言うから、ちゃんと。ごめんなさいわって言う、ちゃんとそこは。で、それで受け取ってみて、その。でもそっちも。さ、意識的にやってるって思ったら、こっちももう、そんなこと言われたら。何が悪い？そんなこと言われたら、その時もなんかもう気が散ってできないよ。言うって決めてるんだなって思ったら。でも違う新しいの出す。誰のせいとかもちゃんと言う。その、わかんないけど。その、いろいろ、ちょっと一回調べるから、ちゃんと思った。調べるとかなんか、その、わかんないなんか。感性でやってほしい。うん、誰がダメだもんね。そう。ピピと別れたくないし。なんでそんな演出家みたいな目で見てくるの？やだー、ね、その目だったらできない。厳しい演出家、厳しい主催、劇団主催。